で、まあ、結論から言いますと、うん、めちゃめちゃいいです。皮膚科でこの4つをもらいます。今も使ってるんですけど、短期間で直したい、うん、という方にはこちら。熱くなっちゃったVAMBI ハロハロ、どうもバイユンです。はい、ということで早速今日も撮っていきたいんですけども、はい、先日ですね、もう無理限界動画撮れませんというね趣旨の動画を出したんですけども、うん、まあ、どういった動画かというとですね、まあ、お肌のニキビ跡のね治療みたいなものをしたんですよ。でそれがかなりそのバーって血が出るようなやつで、まあ、それをやってで、ユンちゃんにドッキリを仕掛けようと思ったら痛すぎてできなかったよっていう動画だったんですけどもすごかったよね、あれ。大丈夫？そう、すごかったんですよ。で、なんかその1週間後これ治んのかなみたいな、ちょっと結果報告動画出しますって言って、その結果報告動画です。あ、なるほどね、はい、結構リクエストも来てましたね。そうですね。で、まあ結論から言いますと、めちゃめちゃいいです。おお、はい、もうすっかり赤みとか血とか、そういったものは、完璧になくなりました。で、ちょっと前回の動画で誤解を招いてしまったんで言っておくと、僕はその大手とかいうわけではなくて、まあ、知り合いの方のお店で、まあ、本当にもう経営が困難だと、うん、いうことで、まあ、お店が閉まった後、まあ、完全プライベートで、そちらやっていただいたので、まあ、営業中に行ったというわけではないんですけども、まあ、もし僕らの話を聞いてね、いいな、やってみたいなと思った方は、自粛期間が終わった後にね、晴れ晴れした気持ちでぜひ行ってほしい。自粛中はまあ控えるようにお願いしますという感じでございます。で、今回はですね、僕は普段皮膚科でもらってるお薬とか、そのニキビに効くようなものとか、ゆんちゃんもまあ過去にね、ニキビがたくさんできた時期があったということで、まあ、その改善した方法とか、そういうものを皆さんにお伝えして、解消していけたらなと思っております。お肌のトラブルはね、うん、男女兼用の悩みですからね、うん、悩んでる人いっぱいいると思う。いや、もうめちゃめちゃいると思うよ、うん、ということで本日はね、まあ、バンユンとみんなでね、お肌のトラブルを解決していこうという感じで、やっていきたいと思います。シェアしていこう。ということで早速やっていこう。で、まあ、僕からじゃあまずちょっとうん、この間の結果から報告させていただきたいんですけども、まあ、冒頭でも言ったんですけど、結果めちゃめちゃいいと。どういうの、どういうの。まあ、シンプルにへこみがやっぱ薄くなった、ニキビ跡とかが薄くなった、うん、あと毛穴もやっぱちっちゃくなるね。すごい、うん、確かにマム君めっちゃ肌綺麗。まあ、僕がやったのはそのダーマペン4というものなんですけども、うん、聞いたことある。まあ、そうですね。なんかどういうものかというと、まあ、ほんと髪の毛よりも、細い針でこうブーって刺すんですよ。あ、そうなんだ。ドドドドドドドって。え、そんな細いのにさ、あんな血だらけになる。そうそうそう。まあ、本当にニキビ跡とかへこみとかで悩んでる方はかなりおすすめします。なんで、まあ、自粛期間終わった後にぜひ行ってみてほしいですね、これは。え、私も行ってみたいもん。うん、で、まあ、ニキビ跡を治すのも大事なんですけども、じゃあそもそもニキビを作らないようにするにはどうしたらいいかっていうお話を次、うん、していこうと思うんですけども、で、まずなんですけど、僕も中高生ってやっぱすごいニキビができて、うん、で、僕はその時にやってたのはやっぱ化粧水とか、なんかなんだろう、パックしたりとか、そういったものでその治そうとしてたんですよ。わかる。そう、でも実際それって僕の中では効果なかったです、うん、むしろ、うん、多分ニキビができてる時に、うん、パックとか、うん、乳液とかしちゃうと逆にできちゃうのよ。あ、なんかね、油分がさらに増えちゃうから、まあ、か市販のものって入れられるその薬の量ってその決められてるんですよ。だから医薬部外品って言って、うん、医者じゃなくても売れるっていうその量が決まってるんですけども、ね、薬事法的な。そう、絶対市販で売られてるものよりも病院のものの方が効くんですよ、病気には。もうニキビは肌荒れとかってまず思わないでください。ニキビは病気です、まず。だから病院のが僕は効くと思って、病院にちゃんと行き始めてから治るようになりました。だから皮膚科でちゃんとしたお薬をもらう、これが大事で、僕が今回もらってるお薬をちょっと紹介していこうかなと。お、これはちょっと見ものですよ。これはね、僕が実際に、聞いたやつをご紹介していきたいと思います。はい、こちらです。ディディン。僕は大体いつもね、皮膚科でこの4つをもらいます。まずこちらエピデオですね。そしてこちらヒルロイド、ゼビアックス、そしてミノサイクリンですね。じゃあ一つずつ紹介していきたいと思うんですけども、うん、はい、まずこちらエピデオ。ニキビってその要は角質とかが詰まって、そこに細菌、アクネ菌ができて、産んでニキビみたいになるんですよ、うん、なんでこれはまずそもそも毛穴を塞がないようにするお薬ですね。
でもこれを使うとあのお肌がすごい乾燥するんですよ。使い始めはすごいあの皮とかむけちゃうんですけども、まあ、だんだんその症状がなくなってくる頃に、まあ、ニキビも一緒になくなってくる。でこれお肌がすごい乾燥するんで、そこで出るのがこちらですね。こちらヒルロイドローションって言うんですけども、まあ、簡単に言うと乳液みたいなものですね。でもただの乳液だとその脂質が多いんですよ、うん、なんでニキビが増えてしまう。だからニキビが多い子がその乳液使うと増えちゃったりする場合があるのよ、ニキビが。そうね、なんか乳液って合成界面活性化剤みたいなの入ってるんだよね、うんうん、でもこれはただの乳液ではないんですよ、まあ、なんかヘパリンって書いてあるんだけど、そのヘパリンみたいのがいいんですよ僕も医者じゃないんで全部が言ってること全部正しいとかじゃなくて、まあ、使用上のあれです。血行を良くするんですよ。保湿効果があって、なおかつその血行を良くしてくれる薬ですね。なおかつその乾燥しないっていう効果があるんで、乾燥したらまずこいつを塗るということですね。すごいね。そう、そして最後、うん、赤い強そうなニキビいるでしょ。あー、そう、どちらかというとこいつとかは白ニキビを倒すのよ、はいはい、で赤ニキビ、うん、こいつが厄介、うん、でそんな時に使うのがこちらのゼビアックスなんですよね。でこちらのゼビアックスはですね、まあ、いわゆるその抗菌剤、1個できるといろんなものに広がってまた増えてくるのよ、うん、じゃなくてここで塗ることによって広がんなくするんだよ。そう、でこれは赤ニキビを集中的にやっつけるその抗菌作用がある、うん、実げえやつ。熱くなっちゃったで、はい、それでも治んない、うん、もうすぐ治したい、うん、やばい1週間後2週間後例えばね、もう修学旅行があるとか、うん、もうなんか大事な大会があるみたいな、そういう時に短期間で治したい、うん、という方にはこちらミノサイクリンというこれ飲み薬なんですけども、こいつがね僕はすごい一番効く。お、まあ、要はこれもなんていうんですか、抗生物質なんですよ。体の中でそもそもアクネ菌が発生するのを抑える薬、うん、効きそう。そうなんで僕は本当に例えばテレビが2週間1週間後2週間後とかにある場合はこれを飲みます。飲み始めはニキビがバーって出るんですよ。でもそれはなぜ出るかっていうと、その眠ってたやつ、これから出てくるニキビが一気にバーンって出るのよ。でもそれ、これを2週間ぐらい飲んでると、そいつらを隠れてたやつを全部倒してなくなると。へー、そう、まあでもその要は抗生剤ってでも飲み続けてるとだんだん効かなくなるから、まあ2週間ぐらいで1回やめて、でまたなくなったらお医者さんにもらいに行くみたいな感じです。なるほど、息切れちゃった。熱いみんなの不安を思ったら俺熱く語っちまったよ。そんな感じ。また言っときますけど、病院の人じゃないんで言ってることが完璧に合ってるかどうかはまあ分かんないですけども、確か僕はそういうこと言われてこの4つを使ってるんで、自分の肌に合うかどうか、うん、ちゃんと聞いて、ね、試して処方箋してもらう、うん、以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。語ってくださり、はい、とてもありがとうございます。参考になったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。これいっぱい増えるよ、うん、これは本当にみんな試してみてほしい、うん、私ユンなんですけど、はい、中高はめちゃくちゃニキビがひどくって、うん、常に顔に10個ぐらいあるみたいな。で私その時に、うん、なんでこんなニキビできるんだろうって思った時に、うん、まず一つ気づいたことがあって、夜寝る前にヘアトリートメントとか顔につけると次の日できるのよ。やっぱこの顔周りとか生え際とか、だからまずヘアトリートメントつけるのをやめました。で次肌質改善しないといけないな、さすがにって思った私は、その時お金もなかったので、うん、市販でできるものを考えていろいろ調べた結果、当時のそのユンの肌質的には多分脂性肌だったの。脂性肌ってのは脂っこくて、うん、ニキビがどんどんできちゃうみたいな、はいはい、テカテカしてるタイプ、うん、肌に使うもの根本から変えていこうと思って、うん、まず洗顔と化粧水で、乳液は一切使わないことにして、うん、全部アルコールフリー、オイルフリー、無香料、無着色のものを選ぶようにして使い始めたの、うん、泥とかだ、そこら辺の公園の泥とか。違う違う、オーガニック逆効果でしょ。泥オーガニック。違う違うので、私バカだから洗顔もね適当に洗ってたのよ。はいはいはい。ちゃんと泡立てネットとか泡立て器で泡立てないと毛穴の奥まで入ってかないから、角栓とか皮脂が溜まってニキビができるらしいのね。なるほどね。しかも洗顔時間も早く
直したいからめちゃくちゃこう、うん、しかも手のひらでゴリゴリ洗ってたのね、うん、それも逆効果なんだ。はいはい、僕はね、洗っていい時間30秒って言ってました。そう、30秒ぐらいで、しかもこの力の入りにくい薬指で面で洗うんじゃなくて点で洗うといいらしいの。くるくる小刻みに、ね、で、洗顔のやり方をまず変えました。で、その時使ってたのがこれ、今も使ってるんですけど、こういうものを使ってやってました。これは水をちょっとだけこの線まで入れて、洗顔クリーム2センチぐらい入れて、この蓋をね、上下上下すると、はい、簡単なモコモコの泡ができるんだ。あー、なるほど、これをシコシコするとすごい泡が出るんだ。なるほどね、メレンゲみたいな泡ができるの。はいはい、これすごいおすすめ。じゃあこっちの方がいいんじゃん。あ、これね、確かにハンドミキサーが一番いいかもしれない。ハンドミキサーで一番泡立つんじゃん。あとクレンジングも変えたのが良かったのかも。こういうジェルメイク落としみたいな、ジェルタイプのある程度お肌の潤いも残るやつに変えたら少しずつ改善してったかな。なるほどね。ギュギュー、あのね、はい、イブサンローランの美容部員さんが言ってたんだけど、はい、クレンジングが一番肌質を変えるんだって、うん、なるほどね、確かに。だから自分の肌に合ったクレンジング選びも大事だと思う。ユンちゃんが例えばこれ使ってるからとか、うん、バーミくんがこれ使ってるから同じの使おうって言って治るわけでもないし、それも違うよね。だから無限の組み合わせなのよ、うん、肌トラブルって。必ずしも俺がこのうん、俺の おすすめ4つセットで治るわけではないのよね。そう、バーミくんもいろいろ使ってきて、うん、やっとこの方程式にたどり着いたわけだから、みんなもいろいろ使って自分だけの方程式にたどり着かないといけない、うんうん、そう。めちゃめちゃ後悔したのよ俺は。もっと早く行けばよかった、うん、俺中学校高校生の時そんなの頭に思い浮かばなかった。わかる、ほんと学生って病院行こうってならないから。なんない、まあ、もちろん思春期だとね、その思春期ニキビって言ってもうお薬も効かないようなものとかもあるんですけども、うん、まあまあぜひ試してみてください。ということで、ね、今日バンユンが話した、まあ、このニキビに関する、まあ、情報というか、まあ、知識、うん、まあ、100% 合ってるか、僕らはお医者さんじゃないんで分かんないですけども、僕らはこれで良くなったよというものなんで、うん、試してみる価値はあるかなと思っております。少しでも参考になれば嬉しいです。うん、ということで皆さんのお肌のトラブルがなくなることを、バンユー2人は心から願っております。ということで、参考になったよと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくね。